今朝はにゃんこたちのルーティーンをお見せしようかな。こうやって扉の前に集まって、扉を開けると同時に、走行方向に走り出してですね、そこでコロコロするんですね。コロ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 。リュウ君はものすごい短い、コロンコロンって2、3回やって、パってこう、下のトイレに行っちゃうんですけど、保護猫姉妹たちがね、比較的ゆっくり、そこでコロ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 して、で、それから階段に向かうんですけど、その順序が必ず、リュウ君は一番先に行くとして、2番目がメイちゃん、そして3番目がパックちゃんというね、順番に必ずなるという、そこをお見せしたいなと。じゃあ行くぜ。さあ、今日は誰が入るか。あ、リュウが階段。でもこのリュウ君は階段から降りてっても、後であれ、ついてきてないって戻ってくることがある。やっぱ戻ってくるよね。で、俺がいないとちょっとダメなの。で、1回コロン、2回コロンして、なんかもう行く。 コロンコロンまだまだゆっくりやってるんですけど、で、これがね、不思議なことに必ず、待ってた。レイちゃんが次に来るんです。やっぱり、ね。そしてパックちゃんが遅れてやってる。パック、パック、茶色でいいよ。パック、おいで。パックちゃん。